水玉でいらっしゃる方も皆さん針される方多い。あ、腰を回せるってこういうことなんですね。想像以上に気持ちがいいです。あ、首気持ちがいいです。打点な色が出てる。お願いします。うちのマッチエルを。いやー嬉しい。でも昨日この辺で腰からもこのぐらいだったんですか。腰の色悪い。皮膚が持ってかれる感じが気持ちがいいですね。今のところいい色に育ちましたね。いいですね。もうちょっと色が出てもおかしくないですね。変わられた感じが全然違います。噂の神田の井上です。マケールです。アリソラ鍼灸院の塩見です。やっぱ塩見先生のって気持ちいいですよね。気持ちがいいです、お母ちゃんですから。母ちゃんハンチ。はいはい、では、はい、水玉だけでどこまで、はい、あ、あ、いいんじゃないですか。うん、ほら、うん、なんかこう鏡があるんですごい自分がよく見ます。そうですね。よかった。はい、左。あ、左もともと向けても、あ、でも右めっちゃ向ける気がします。視界が3日前に比べたらだいぶですよね。別人ですね。ね、左でもすごい僧帽筋に引っ張られてる感じの振り向き方ですね。どうぞ振り向いてみてください。あ、あ、え、回ってる気がするんですけど自分では。どうですか、うん、ちょっとでも引っかかってる。ちょっとちょっとまっすぐ向いてもらって。昨日もそこ触られてました。それはね、みんなプロだからわかるよ。ちょっとだけ待ってください。はい、はい、ちょっとだけ針してみましょうか。緊急針治療。ここが僧帽筋のやっぱかぶせ、ね、かぶせ、ここが一番引っかかってたの で、ね、治療家魂に火がついた母ちゃんです。いや嬉しいです。スライドカッピングの時に引っかかってたところ、はい、に少し針をして、でそのまま運動してもらいます。地味にリソラさん、ハリ初登場です、ね、あ、そうですね。実は、実はうちリソラ鍼灸院です。一番多いのでも美容鍼灸ですよね。美容鍼灸ですね。水玉でいらっしゃる方も皆さんハリされる方多い。あ、やっぱ水玉とハリとか、ハリがいろんな動きやってみてください。どうですか。なんか不思議な感覚です。でも痛くはないです。痛くないですね。ここの方ですね。鳥に届かせるような感じに。なんか来る。来ました。うん、来る。ズズンと来ました。ズズンと来てます。これですね。でも一番引っ掛けてるの。多分視聴者さんは何が何だかわからないと。そうですね。今この針を打ったまま動かして。動いてます。痛くない範囲でいいですよ。あ、痛くはないです。はい、響く感じです、ね。そうです。響く感じ。って重い感じがね、局所にありますね。じゃあこれでもう一回いきます。はい。あ、全然違う。やったー。え、全然違います。あ、びっくり。よかった。なんか腰が本当に、あ、腰を回せるってこういうことなんですね。あ、こっちも違いますね。うん、あ、両方変わりましたね。ありがとうございます。よかった。緊急針治療。針治療すごい。よかった。ちょっと腕見てみますね。はい、はい、ここまで。あ、これちょっと上向きでやった時も少し変わるかも。全面やってないですか。やってないですからね。こっちもちょっと変わりましたけど。変わりましたね。僧帽筋が今変わったのでこっち変わったんですね。じゃあ今度両方行きますね。徐々に。徐々に羽ばたきたい。羽ばたきたい。でもちょっと可動域上がってますね。天使にはなれない。まだ、まだですか。まだだね。まだですか。天使だったはずなんですよね。ね、そうですね。何年か前はそうだったんでしょう。この辺とかこうパスのコルギ入れていったら多分いいと思いますね。今のでも気持ちいいです。はい、じゃあ上向きでカッピングした後にちょっとコルギ入れていきます。お願いします。はい、じゃあまずお腹からやっていきますね。ではコイルつけますね。やっぱり先生のって気持ちがいいですね。ありがとうございます。ではつけていきますね。おお。なんか笑っちゃう。地味に痛いし最弱なんですけどね。地味に痛い。もっと僕のこと笑えないんじゃないですか。おい、おい、やっぱりこれが最弱。あ、大丈夫です。動かします。大丈夫です。はい、あ、大丈夫じゃないですか。あ、そうですね。
あんだけね、ちょっと人のこと悪い。あ、でもいい感じです。ね、井上先生はこれでも痛かったから。うん、そこら辺ちょっと多いってなりますね。ね、ここね、想像以上に気持ちがいいです。あ、よかった。はい。お腹がキルルって言いましたね、今。どちらかと言ったら便秘でしたね。そうですね、便秘気味ですね。でも全体的に気持ちがいいですね。よかったですね。よかった。なんか、じゃあつけてみて。なんか苦しい。なんでですか。いいじゃないですか。いいよ。あらまー、いいたこ焼き。巻きいるファンにはたまらない。いるかな。なんかお腹また背中と違った面白い感覚ですね。これはね、そうなんですよね。お腹がめっちゃギルギル出しました。そうなんですよ。便通がういだいぶ変わりそうな味ですね。よ。今痛くないですか。はい、大丈夫です。小焼きの完成。ではこれでちょっと置きますね。はい、はい、では次にデコルテをやってまいります。1回やったから順番はバッチリですね。毎日やってるのになんでか僕の時と順番がまるで違う。まあ緊張しますしね、やっぱスカメラがあるとですね。1回目より今日の方がめっちゃ緊張してるんですよ。あ、そうですか。はい、1回目はなんかもう何が何だか分かんないような。ああ、もうテンパりすぎて終わったみたいな、はい、ちょっと余裕ができたからなおさらあれですね。余計に緊張して。ではまず最後からやっていきますね。痛くないですね、気持ちがいいですね。そうか、気持ちがいいデコルテラインは。そうなんですよ、うん、どうしてもこの大胸筋のところが凝ってくるとフェイスラインの方に影響が出てくるので、アポのところがすごい気になられるっておっしゃってたじゃないですか。そうですね、噛み締めが、噛み締めがあって、だからここだけじゃなくてこの大胸筋のこの辺くらいからしっかり緩めてあげるとより小顔いいですね。小顔、そう、痛くはないですね。井上先生痛がってたところですよ ね。よく覚えてるね、僕の痛がってるところ、はい。どうですか、マキ。心地がいいです、気持ちがいいです、ね、ここは気持ちいいですよね。ここで寝られる方は多いですね。落ちちゃう、これすると割と呼吸楽になります。ウィルさんでもやってもらって、リソラさんでもやってもらって、大阪来てよかったです。あ、気持ちがいいですね、首。そう、気持ちいいでしょ。あ、なんかあーって感じです。わー、あ、いいですね。いいですか。うん、なんかこう呼吸がしやすくなりそうな。そうなんですよ、うん、ね、その喘息の方のヒューヒュー言ってたのが治ったりもしたので、針打つのも結構あれです。そうですね、際どい場所なんで、うん、入れますか、機械。あ、あって言われちゃった。あ、ここ効きますね。ここね、まあ、首気持ちがいいです。すごい緩いやつでやってるので、神経血管多い場所なんですけど、全然これでしびれが出たとかトラブル出てないので。意外とトラブルがね、首はね。そう、手術してから悪化しましたみたいなことが起こりやすいっちゃ起こりやすいんですよね。実際はそんなことあんまないんですけど、ただこう症状が出やすいっていうぐらい敏感なとこだからですね。悪いものが吸われてるような気がしますね。いや、でも実際なんか出てきてますよ。汚いマキル。汚い。どんどん出してください。で、今度フェイスラインいきますね。はい、おー、わ、効く。ね、ここね。おー、わ、効きますね、ここ。いいですね。ここいいでしょう。なんでなまった今。おー。わー。顎裏すごい気になってたんでめちゃくちゃ嬉しいです。ここ皆さんね、やっぱり舌骨の上の辺ってすごい動かさずに固まってる方多いので、うわー、結構出ました、出ましたね。はい、いや、全然悪いマキエですよね、出てるの悪いマキエ。この辺とか皆さん耳鳴りとかめまいとか、ね、そうですね、硬くなって詰まってる方多いので、ここ効きます。痛くないですか。痛くないです。あ、かっこいいですね。全部全部いいです。
あ、でも私もあんまり痛いの好きじゃないんですよ。オイルマッサージとか行っても癒されに来たのになんで痛い思いしなきゃいけないんだろうって思っちゃうタイプなので。確かに。すっきりしました。あ、デザインくっきりしましたね。しました。やった。よりツヤツヤになってきてます、ね、ツヤツヤに。じゃあお腹取っていきますか。お願いします。忘れてた。実はこれ私忘れるんですよね。お疲れ様でしたお腹とかと、ね、あら、いい感じの。いや本当ですね。あら、何のあらですか。なんかね、打点な色が出てる。いや、いいですよ、打点は出しましょう。取りますね。はい、おはい、収穫。おああ、でもそこまであれですね、うん、でもここも結構ムラがすごい強いですね、全体的に。毛細血管、毛細血管が全体的に弱い。弱い、うん、焦燥に行ってない、うん、ゴースト血管が多いのかもしれないですね。多いですね。女性の方多いですね、うん、赤みが強くなってきましたね。あ、いい、うん、やっぱね、首がまあまあやっぱ悪いです ね、うん、そうですね。首悪い自覚はあるので。悪い方は言ってますね、うん、やっぱり。では、はい、ではコルギー、フィッシュコルギーをやっていきます。お顔する前に、はい、胸のコルギーを入れていきます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。今回やっていただいたのは、はい、吸い玉の60分とコルギーを足した90分のコースです。吸い玉とコルギのメニューが通常が90分で16,500円と、初心の方は4,400円で29,000円です。まあ、結果あれですよね、僕が受けた吸い玉足すのと同じってことですよね。同じです。はい、じゃあ吸い玉足つぼと金額で割り引いてもらえないですか。はい、かしこまりました。いいですか。マイケル頑張った。はい、頑張ったの。初回が29,000円のところが14,300円で吸い玉コルギもしくは吸い玉足つぼができるよと。できます。はい、はい、まあ、どっちがいいかはですね、王子が悶絶してたやつか、マキエルが悶絶してたやつかという形で取らせてもらえればと思います。もしバストを希望される方はオプションとして通常5,500円バストアップコルギー、はい、ですが、オプションで3,300円にします。いいんですか。受けてほしい。そうですね、私も受けてみて本当に受けてみてほしいと思いました。胸だけじゃなくて背中もすごいスッキリするので、うん、これからの季節ちょっと薄着になるのでいいと思います。まあ、確かにこの辺りの露出は増えますよね。はい、じゃあ皆さん今のうちに、はい、17,600円今回。まあ、詳しくはですね、お問い合わせしてみてください。動画を見たと言っていただければ一番お安い金額でご案内してくれると思います。はい、詳しくはあの動画下の説明欄にですね、はい、リンクとか LINE も貼っておりますので、はい、ご確認ください。はい、はい、LINE の方が一番いいですか。そうですね、 LINE だと24時間お問い合わせいただけるので、当日とかですね、直近の方はお電話の方が早いかなと思います、はい。詳しくはそちらでお問い合わせください。はい、そして YouTube チャンネルが始まっております。始まってまだ直後だからです ね、 そうですね、動画の本数自体はそんな出てないんですけど、ただ塩見先生をはじめ、加穂先生とまみちゃん先生がいろいろこう喋ったり揉んだり吸われたりしてますから、ぜひチェックしてみてください。よろしければチャンネル登録もですね、はい、していただければと思いますので、はい、まあ、大阪にお住まいの方とか関西圏の方ですね、ぜひ一度リソラさん体験してみてください。おすすめです。おすすめです。 ありがとうございます。マキエル絶賛。絶賛です。強敵絶賛。敵になったつもりはないんですけど、今後もですね、こういった動画をお届けしていきますので、よくボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。お願いします。じゃあまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。ありがとうございました。癒着を剥がして真ん中に持っていくような施術をしていきます。はい、痛い。よいしょ強敵すぎる。あ、すぎる。ね、いやいや
皆さんここは想像してます。いや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 先生、ええはい、めちゃくちゃやります。めちゃくちゃ本当に私最初にこうカナの動画見てサキエル先生見た時に、はい、本当天使だなと思ったんですよ。あ、サキエル先生ね、はあ、声も可愛らしくて、それなんかちょっと、マキエルって響きはいいんですけど天使大丈夫かなってそこも結構気にするね。意外と気にしてるんですね。ちょっとダテキャラで言ってもいいんじゃないかな。ダテ、あ、それに行きましょうか。それそう、サキエル先生とこう真逆な感じで、ダークな感じが